その先にあるものも多分ビータは提供できると思うんですよね。今それがですね、もうこの小さなハードウェアの中に入ってしまう。2012年 PS ビート版メタルギアソリッド HD エディションが発売される。その魅力について小島プロダクションに話を聞いた。画面でかくて綺麗なんですよね。でクオリティがそのままなんかこうなんていうんですか、特撮映画みたいな感じで本当に抜きではめ込んでるように見えるんですよね。そんなんは初めてなんで、そこは今までなかったと思います。そういう感覚に陥るっていうのは、まあ、PS2 とか、まあ、1とか2とか進化してきてる流れの中で、まあ、当時かなり我々のスタジオとしてもこう頑張ってそのハードの性能を最大限にこう出してですね、まあ、そういう作品を世の中に出してきたんですけども、今それがですね、もうこの小さなハードウェアの中に入ってしまう。しかも当時よりも解像度がさらに高い状態でということがまずやっぱり一番の驚きですよね。やっぱりこう持ち運びできるっていう今時代じゃないですか。いつでもどこでも遊んでいただくと。でなおかつ、でかい画面でやりたい人はトランスファリングしていただいて、遊ぶっていう、その2つの手法があるので、テクノロジーも含めてなので、まあそれを考えたと。昨年発売させていただいてます、メタルギアソリッド HD の PS3 版とこのゲームっていうのは、まあ、内容が同じなんですけれども、セーブデータでもって連動するというトランスファリングという機能を装備しています。自宅のリビングの中で今から出かけようという時に、PS3 でもゲームを今やってます。ビータの方のスイッチを入れましてゲーム起動すると、もう特につなぐことなくですね、この2つの間でセーブデータを連動するということができるようになりました。さらにクラウドを使った形でのトランスファリングという機能を今回、実装をしてみました。例えば自分がどこかで遊んでいるという時に、クラウドの方にセーブをしておけば、家に帰ってくると特に転送という手間もなくですね、クラウドの方から、ゲームをロードすることによっていつでもその続きを遊ぶことができるということが、今回のこのメタルギアソリッドの HD エディション両方のソフトの中に機能として実装されていると。こう例えば張り付きまして、この向こうにどういうふうな敵がいるのかな、これから自分が潜入する先を見たいという時も、今回は直感的にですね、指でこういうふうにこうドラッグをするとその方向にプレイヤーが身を乗り出す。で、まあ、今回こうズーム双眼鏡なんですけれども、これもこういうふうにこう指で触りますと、拡大率をこういう形で変えれたりとかですね。はい、2012年の6月28日です。ゲームをやりながらその先にあるものも多分ビータは提供できると思うんですよね。ゲームを遊んで何か映画とか音楽に触れて、その音楽をそのままそこで買ったりとか触れたりもできるようになると思うので、だからそのゲームから自分の何て言うんでしょう、その見識を広げていくようなルートの、まあアイテムというか、そういう位置づけになってほしいなと思うので、僕はやっぱり若者たちに持ってほしいですね。ゲームばっかりやってるのに、なんでお前はそんなに物知ってんのとか、なんでそんなあなたが人格者なんですかと聞かれたら、いや PS ビートはやってるとゲームだけじゃないんですよと。ただまあ基本はゲームですよね。ゲームから自分のその興味が広がっていくんで、その先にあるものも全部その PS ビートにリンクされると思うんで、そういう広がりを、まあ、ゲームからやってほしいなと思います。プレイステーションビータ。